どうも、ノンプロジェクトのひよちゃんです。今日は初雪が降っています。大阪ではちょっと珍しいですね。ダイソー紙製立体パズルシリーズ動物セットダイナミックで遊んでみたいと思います。今日はそのダイソーで買ってきた、前回も買ってきたパズルシリーズですね。動物セットダイナミックが売っておりましたので、ダイソーさんにて購入してきました。いやーすごい。この間の洋服屋さんセットもすごく可愛かったんですけども、今日は動物セット。ちょっと男の子向けですかね。まあ、でも100円でこれだけのクオリティだったらすごいなーっていうことで買ってみました。では、今からちょっと作ってみたいと思います。中身を開けてみたよ。説明書と、組み立てる本体があった。じゃあ、この本体を説明書の通りに組み立てていきたいと思います。でも前回の洋服屋さんより簡単そうだよね。パーツも少ないし。こういうふうに薄っぺらだけどね。ね、発泡スチロールでできてるので、とても軽くなってます。で、剥がしやすいように、ちゃんと筋がついてます。では、1番のゾウさんから、組み立てていきたいと思います。ゾウのパーツを全部、ゾウのパーツを全部外してみました。まだこれだけじゃどんな風に組み上がるのかがわからないね。じゃあひよちゃん組み立ててください。はーい。じゃあ説明書見ながら一人でできるかな。はい、お願いします。絶対前の洋服屋さんより簡単だよね。うん、簡単そうには見えるんだけどね。そうやって組み立てるんだ。すごい簡単じゃん。あとゾウのそれ耳かな。耳どうやってつけるの。あー、なるほどよ。思ってたより時間がかからなかったよ。見せて。わ、すごい。横から見たらすごいリアル。前から見たらこんな感じです。このアングルがすごく立体的ですね。ジョーさんすごい。他のも並べて動物園みたいにしてみようか。じゃあ次々作っていくぞ。おー、次はカバーを作ります。じゃあ組み立ててください。すごい簡単そう。すごい、あっという間だね、カバさん。できましたか？はい。はい、カバさんの完成です。横から見るとこんな感じ。ちょっと斜めにすると立体的で、すごい。2回目完成しました。今ゾウとカバができましたので、次はではキリンに挑戦してみたいと思います。では、ひよちゃんお願いします。
キリンさんも組み立てます。じゃあ組み立ててみてください。はい、ちょっとキリンさんは細長いからちょっとだけ難しそうですね。いいよ、説明書見て。すごいね。この100円のおもちゃでこんな動物4体のすごくお買い得感があるよね。どう？ちょっと難しい？ヒントかカバよりもちょっとだけ難しい。カバが一番簡単そうだったもんね。すごい、だんだん気になってきた。キリンさんの大事な頭の、それがないとキリンさんに見えないね。完成しました。お、すごい、足細い、キリンさんでも立ててるよ。すごい、ちゃんと直立してます。すごい。あと1匹だけですかね。あと1体作ったら完成ね。あとカンガルーです。ではひよちゃんお願いします。はい、キリンとゾウとカバとカンガルーなんだろうね。なんかライオンとかでもよかったのかなと思うんだけど。それには理由があるじゃないかな。ね、ライオンとチーターぐらい作って、それだったら難しいんじゃない？サバンナごっことかさ、すごく楽しそう。どう？カンガルーさん。ちょっと作ってるけど、ちょっと進むほどなんか難しくない。でも本当この間の洋服屋さんに比べたらすごい早い。簡単だよね。うん、そうだよ。しかも結構可愛いし、インテリアに飾っててもすごくいいかもしれないね。見てるね。あ、ちょっと崩れちゃった。できた？うん、完成した。あ、すごい。でもちょっとバランス悪いね、カンガルーさん。うーん、あ、でもすごい、やっぱり立体的。
やっぱ足の部分とかすごい膨らみを感じるから本当のカンガルーに見えるね。あ、立った立った。じゃあ4匹分ちょっと並べてみてください。いい感じに、なんか今にも走り出しそうだよね。あ、すごい、かわいい。はい、できました。すごい、かっこいい。すごいじゃん。100円には見えんね、これ。すごーい。ひよちゃん、どれが一番好き？やっぱりなー、これ、キリン。あー、キリンかわいいもんね。すごーい。これで、もうなんかこう、競争して、ちょっと面白そうな、取れそうかな？じゃあ、誰が一着になるのか競争させてみたいと思います。よーい、ドン。知ってた、カバってめちゃくちゃ怖いんだよ。おとなしそうに見えて。あー、ドン。すごーい、すごいね。でもカバの方、カバとお嬢さん比べたらカバの方が大きいんだよ。あ、本当だ。本当だったら多分ゾウさんの方が大きいんだと思うんだけど、めちゃくちゃ強そうだよね、このカバ。あ、ちょっと待って、皆さんたちやられてない画像の神聖立体パズルシリーズ動物セットダイナミックで遊んだよ。皆さんもぜひダイソーに行って買ってみて作ってみてくださいね。それではバイバーイ。